ロッピーチーズの P はピースではなくポーション。え、お前、ロックピーチーズじゃなくてロッピーチーズだったの？で、おなじみ、雪印メグミルクが出している円形パッケージに6個チーズが入っているロッピーチーズ。なんだか厚みが薄くなってない？と一時期ネットを賑わしておりましたが、ええ、その通りですよ。2005年には6個で 120g もあったのに、2020年では6個で 108g となり、今じゃ6個で 102g しかございません。悲しいの、悲しいの。そんなロッピーチーズの P は6ピースの P と思っている方もいるでしょうが、P はポーションの P です。ポーションは部分、割り当てという意味。丸いチーズを6分割した6ポーションチーズというところから来ています。雪印メグミルクはその前身の会社含め、チーズ自体は1928年より製造を開始しており、1935年にはロッピーチーズの前身である6ポーションチーズを発売しました。その後、1954年におなじみのロッピーチーズが誕生するのですが、この時は6個で 170g もあったようです。70年で 40% の収縮率。悲しいの、悲しいの。ちなみに、ロッピーチーズは円形の紙箱にぎゅうぎゅうに詰められ、さも丸いチーズを切り分けて作りました的な風貌をしていますが、実は一個一個切り分けるなんて面倒な作り方はしていません。三角形の型にチーズを流し込んで固めたものを後から6個並べているだけです。現在、ロッピーチーズにはノーマルな青い箱の他にカマンベール入り、ペッパー入り、スモーク味、塩分 25% カット、コクと旨味増量バージョンが出ていますが、ノーマル味以外のアルミパッケージには遭遇するとハッピーかもしれない隠しマークが印字されているそうです。見つけた人はハッピーになるかもしれませんけれども、そんなことに無駄な労力使わなくていいから中身増やしてくれ、ときっとみんなが思っている。世界最古の人類は別人に変わっている。いい国作ろう鎌倉幕府と習った世代には悲しいお知らせとなりますが、我々が世界最古の人類として覚えさせられたアウストラロピテクスは、すでに教科書界ではお役御免となっています。そして世界最古の人類の座は、突如彗星のごとく現れたサヘラントロプスチャンデンシスなるものに、全部かっさらわれてしまいました。もうどこの教科書にもアウストラロピテクスはおりません。いるのは私たちの心の中だけです。現在、最古の人類とされているサヘラントロプスチャンデンシスは2001年に発見されました。サヘラントロプスチャンデンシスのサヘラントロプスは、出土地域の英語名サヘルに人間を意味する古代ギリシャ語から作られた造語でサヘルの人という意味。チャンデンシスは出土国である中部アフリカのチャド共和国のチャドと南々に由来するという意味のラテン語設備をくっつけたもので、チャド産のという意味を持っています。最古の人類とは、ヒト族がヒトア族とチンパンジーア族に分化した時点に最も近いヒトア族のことを指すのですが、サヘラントロプスチャンデンシスは時代的に人がチンパンジーと分岐した頃、あるいはその直前にあたるのではと言われています。
生息年代は前王者のアウストラロピテクスが今から約400万年前から約200万年前であったのに対し、サヘラントロプスチャンデンシスは約700万年前から約680万年前。我らがアウストラロピテクスは今回一気に300から500万年分も抜かれてしまったのです。しかし現王者サヘラントロプスチャンデンシスもうかうかはできません。なぜなら2017年にサヘラントロプスチャンデンシスよりももっと古い時代にいたグレコピテクスが最古の人類じゃないの説が発表されたのです。今のところグレコピテクスは顎と歯の化石しか見つかっておらず、発掘された地域もアフリカではなくヨーロッパということで、それはちょっと根拠弱すぎるよ、ということになっており、最古の人類のタイトルはサヘラントロプスチャンデンシスが保持していますが、いつまた人類の歴史を塗り替える突拍子もないものが見つかるかわかりません。未来の教科書の人類進化の図では、足でうまいこと股間を隠して立ち並ぶ四五体のうちの端っこが、もろ出しした別人になっているかもしれませんね。山田電機を作ったのは、サマーズの大竹。電電電機は山田だな。山田電機。山田電機といえば、そうよね、この歌よ、と思った方。ズバリあなた、もう何年も山田電機行かないで、ネットでばっかり家電買ってるでしょう。今は山田電機の店内で、あの家電売る気満々のうるさい、いえ、元気いっぱいの歌が流れることは、ほぼほぼないそうですよ。今の店内 BGM は、癒し系の、あなたが笑うと、という女性の歌になっています。2014年にブラック企業大賞を受賞した頃は、あの曲のようにブイブイガツガツしていたのに、時代は変わるものですね。しかしおそらく山田電機といえば未だに、山田電機が頭の中でこだましている方も多いでしょうから、曲の存在が忘れ去られないうちに、ここで一つトリビアをぶっ込んでおきます。山田電機のフレーズを作ったのはサマーズの大竹さんです。以前彼が山田電機の CM に出演した際、リハーサル中にアドリブで口ずさんでいたメロディーが気に入られ、それがそのまま採用されたのです。でも、でんでん電気は山田だなの山田電気の歌を作ったのは別人です。作曲したのは俺とお前と大五郎を歌っていた富田一郎氏。作詞は山田電気と愉快な仲間たちが行っています。この山田電気の歌は声が元気よすぎて、でんでん電気は山田だなぐらいしか聞き取れていなかった人が多かったようですが、実はなんと5番まであるちゃんとした歌です。でもその中身は、山田の安さは半端じゃないよ。山田の安さは見逃せないよ。山田の安さにたまげたよ。山田の安さに大満足。5番までひたすらいかに山田電機が安いかをゴリゴリ押した歌詞が続くだけです。うん、確かにこれは差し替えられるわな。だってネットの方が安いもん。体操男子に平均台がないのは失敗すると致命的だから。体操競技は男子は6種目、
女子は4種目となっています。床や跳馬のように男女で重複している種目もあれば、つり輪や鉄棒、平行棒や段違い平行棒のように男女どちらかにしかないものもあります。これだけ男女で異なると、今話題の界隈が男女差別云々といらぬ首を突っ込んできそうですが、平均台は女子限定のままにしておいた方が良さそうです。なぜなら、男子に平均台をさせて失敗した場合、股間の股間に関わるからです。平均台は、高さ125センチ、長さ5メートル、幅10センチの台の上で、くるくると回転し飛び跳ね、バランスをとり、宙返りをしたりする、技の美しさと難易度を競う競技です。全体操競技中、失敗して落下する率が最も高い競技と言われています。ジャンプしている時に幅10センチしかない棒から足を滑らせて落下したら一体どうなるか。高確率で股間の股間が大変になるのは想像に難くないでしょう。しかしどうも古くは男子の平均台競技も存在していたようで、あるドイツ人の選手が競技中に股間の股間を負傷して致命的なことになった事故をきっかけに完全に姿を消していったのだとか。また段違い平行棒が女子のみの種目となっているのも、平均台と同じく失敗時の男子の股間の股間の保護という理由があるそうです。まあ、どんなに筋肉隆々な体操選手でも、あそこだけはどうにも鍛えようがないしね。と同情した男性諸君。なんと、中国のとある農村には300年以上も昔から伝わる股間を鉄のように鍛えるカンフーの秘技、鉄股功なるものがあるそうですよ。習得すれば股間の股間に鉄の塊をぶつけても痛くなくなるそうで。ほんまかいな。地図には架空の道がわざと書き込まれていることがある。カーナビに従って行ってみたものの、そんな道は存在しなかった。私の車についている海の上を平気な顔して泳いでいるオンボロナビではよくあることですが、もしかしたらお金持ちの皆々様がお使いの最新バージョンであっても、現状に合致していない道がこそっと存在しているかもしれません。なぜなら地図には、意図的に現状と違う道が盛り込まれていることがあるからです。このあえて入れられた嘘っぱち情報のことをトラップストリートと言います。正確性が求められる地図においてわざわざ嘘情報を盛り込む理由は著作権を保護するため。自社の地図内にこそっとオリジナルの嘘を盛り込んでおくことで他社がパクっていないかを判断するのです。もし自社が盛り込んだトラップストリート入りの地図が他社から出ていれば、お前うちの地図丸パクリしたやろと言えるわけです。だから罠の道、トラップストリートです。このトラップストリートは世界各国の様々な地図に仕掛けられているとされ、この罠にまんまと引っかかり、パクリがバレた事例もいくつか発生しています。しかし、わざわざトラップストリートを仕掛けずとも、自社オリジナルで地図を作成すると、誤表記や道の歪みなどの意図的でないうっかりミスがいくつか出てしまいます。よって、パクリ発覚のきっかけになるのは、トラップストリートの存在よりも、自社のうっかりミスが丸々他社の地図に載っていたということの方が多いようです。
日本でも2003年にゼンリンが地図をパクった会社相手に裁判を起こしていますが、この時もゼンリンのうっかりミスを相手がそのまま地図内に掲載していたことがパクリの根拠となりました。ちなみに意図的にトラップストリートを描く際は、地図が主対象としている範囲よりも外側に描き、利用者に支障をきたさないように注意が払われています。また、架空の道ではなく、実在の道をわざと間違った形で描くこともあるそうですが、その場合は、道路のある位置や他の道との接続はそのままにした上で、存在しないカーブを加えたり、広い道路を狭く描くだけで道路案内への支障が出ないようになっています。つまりそれ以外の明らかに間違っている部分は地図会社のうっかりミスでしょう。そんなのを見つけてはいちいち目くじら立てるお暇な御仁も世の中にはいるのでしょうが、うちのカーナビ使ってみ。合ってる道の方が少ないで。納豆をかき混ぜる理由と推奨されるかき混ぜ回数。我々日本人は納豆を前にすると揃いも揃って一心不乱にかき混ぜ始めます。納豆のパッケージに必ずかき混ぜてお召し上がりくださいなんて注意書きがあるわけでもないのにです。別にかき混ぜなくても食べられるのにです。謎です。あの無我夢中で納豆をかき混ぜる行為には何の意味があるのでしょうか。ぶっちゃけ納豆はどんなにかき混ぜても逆にかき混ぜなくとも栄養価には大差ありません。大差が出るのは食感と旨味です。混ぜてネバネバに空気を含ませるとマイルドな食感になるというのは、生まれてこの方数十年毎度一心不乱に納豆をこねくっている皆様におかれましては常識のことと思いますが、それ以外の効能として納豆には混ぜれば混ぜるだけ旨味がアップするという特徴があります。納豆のネバネバは旨味成分のグルタミン酸と果糖であるフラクトースの2種類が鎖状になってできていますが、よくかき混ぜることでグルタミン酸が増え旨味が強くなるのです。では納豆は何回かき混ぜるのがよろしいのか。納豆界のドン、全国納豆協同組合連合会の会長さんは、納豆は最低でも110回はかき混ぜるべし。最初に40回混ぜた後、ネギなどの薬味を入れ、さらに2、30回混ぜてタレを入れ、そこから軽く10回から15回混ぜ、からしを入れてさらに40回ほど軽く混ぜよ。という暇人、いえ、超人にしかできないようなかき混ぜ方を推奨しています。しかし残念ながら2万2000人を対象に行われた納豆に関するアンケート調査では、かき混ぜ回数は10回から20回未満であると回答した人が最も多く、次いで20回から30回未満、その次に10回未満、そして30回から50回未満という惨憺たる結果となりました。みんな忙しいので仕方ありません。しかし皆さん、今後は会長さんの言葉を信じ、もうちょっと混ぜてみませんか？なぜなら、納豆の旨味は400回ぐらいまではかき混ぜればかき混ぜるだけ強くなることがわかっているからです。そして旨味は20回ぐらい混ぜたあたりでやっと人間が感じられる最低ラインに到達するとも言われています。毎度申し訳程度にペッペーとかき混ぜてお茶濁している多くの人たちは、旨味の最低ラインにすら達していない可能性が高いのです。
ちなみに生前納豆を愛してやまなかった芸術家の魯山人先生は納豆に関する記述も多数残されていらっしゃいますが、これをもとに魯山人納豆を再現した場合、かき混ぜ回数はなんと424回と試算されるそうです。彼が本当にそんなに混ぜていたのかは不明ですが、もし毎朝それやってたなら、どんだけ暇だった、魯山人。サルカニ合戦は時代によりカニの仲間が異なる。ずる賢い猿と間抜けなカニとその他愉快な仲間たちが織りなすすったもんだ劇場サルカニ合戦。江戸時代の五大昔話の一つです。物語の概要は柿の種を拾った猿がおにぎりを拾った親ガニと物々交換をしたものの、猿は育った柿もかっさらい、あげく親ガニに青柿をぶつけて殺してしまい、親を殺された子ガニが突如都合よく現れた愉快な仲間たちと協力し、猿に報復するというものですが、さて、ここで皆さんに質問です。子ガニを助ける愉快な仲間たちとは、一体何だったでしょうか？大半の方がいろりに隠れてはぜた栗とブスッと刺した蜂、入り口で猿を滑らせた牛のうんこ、その上から降ってきた臼の4種類とお答えいただいたかと思いますが、あれ？それじゃないという方もいるかもしれませんね。みんな違ってみんないい。なぜなら、この愉快な仲間たち、時代や地域によって種類が変わるからです。メジャーなのは、先ほど言った栗と蜂と牛のうんこと臼の4種セットですが、明治時代の教科書では、栗は火で暴発した卵に変更され、牛のうんこはぬるぬる昆布に差し替えられたこともありました。また、一部地域では油が登場したり、針や味噌が登場する場合もあります。有名な昔話相手に、こんなに好き好き改変加えちゃっていいものか、ちっと不安にもなりますでしょうが、ご心配なく。こんなものは序の口です。最近では、愉快な仲間の改変どころか、話自体に大幅改変がされていますから。何でも、仇討ちストーリーが教育上よろしくないということで、親ガニは死なず、最終的に猿と仲直りするストーリーまで出てきているそうで、猿とカニが合戦しないなら、もうそれ、猿カニ合戦ちゃうやんけ。なあ。最後に、サルカニ合戦がベースになっていると思われるお話で、サルのお尻から毛がなくなり、カニの爪には毛が生えるようになった由来についての面白い昔話があるので、ご紹介して終わりますね。ある日、木に登って柿をむさぼり食っていた、本家のサルカニ合戦より、ちょっとおつむが弱めなお猿さん。それを見た本家よりずいぶん賢いカニさんが、柿を入れたカゴは枝にかけるといいんだよなぁ。知らんけど。と、これ見よがしに猿に聞こえるようにつぶやきました。真に受けたアホ猿は枝先にカゴを引っ掛けます。するとカニの思惑通り、枝は折れて柿入りのカゴは下に落下。カニはカゴを抱えて素早く穴に戻ってしまいました。そこで猿はわざわざ穴の前まで行き、柿をくれと言うものの、カニは穴の中に入ったまま取り合わず、怒った猿は、ほんなら穴にうんこしちゃるわとお尻を穴に突き出したところ、うんこされては困ると慌てたカニが、
猿のお尻をハサミでチョキンと挟みました。それ以来、猿のお尻は真っ赤で毛がなくなり、カニの爪には毛がつくことになったとさ。おしまい。あ、これ、私が考えたものではありませんよ。私なら、カニが茶色い理由は、この時猿のブツを全身に浴びてしまったから、とか下品な話にしてますって。世界一短い手紙は、たった一文字。世界一短い手紙のやりとりは、おのおのが一文字ずつ書いて送り合ったビジネス書簡である、という衝撃的な事実に、毎日くっそほど無意味な長文ビジネスメールの量産を強いられている哀れな社畜としては動揺を隠せませんが、なんならその会社に転職したいぐらいですが、残念ながら一文字で手紙を成立させるには相当な頭脳とユーモアセンスと勇気が必要なので、そこへの転職はかなり難しそうです。世界一短い手紙のやり取りをしたのは、ある文豪と書籍出版の担当者です。ギネスにも認定されています。このやり取りは、1800年代に活躍したフランスの文豪ビクトル・ユーゴーが、便箋の真ん中に一文字、クエスチョンマークだけを書いて出版社へ送り、受け取った出版担当者が一文字、びっくりマークだけの返信をしたというものです。凡人には何のこっちゃわけわかめですが、手紙の意図としては、私の書いたレ・ミゼラブルの売れ行きはいかがでしょうかのクエスチョンマークと、めっちゃ売れてますのびっくりマークということでした。二人ともがお互いの意図を的確に汲み取れる素晴らしい関係性と頭脳の持ち主であったのがよくわかるエピソードですが、何よりすごいのがこの出版社の人のずぶとさ。ご機嫌損ねちゃまずい人気作家様相手に、一階の出版社社員がびっくりマークで堂々と返しちゃっていることです。得意先の偉い人からクエスチョンマークだけ書かれたメールが届いて、びっくりマークだけ返すなんて恐ろしい芸当をできますか？社畜の100人中100人が、〇〇株式会社〇〇事業部部長〇〇様、いつも大変お世話になっております。さて、先ほどお送りいただきましたメールに関しまして、と文字はいっぱい中身すっかすかの長文メール書いて返信することでしょう。ちなみに、ギネスに認定されているわけではありませんが、日本で一番短い手紙とされているのは、徳川家康の家臣の本多作左衛門重次が書いた18文字の手紙だと言われています。これは、彼が1575年の長篠の戦いの陣中から妻に宛てて書いたもので、手紙の中身は、一筆啓上、火の用心、おせん中すな馬肥やせのみ。一筆申し上げますの挨拶句の後に、火の用心をし、子供を大切に育ててほしい。また、馬に飼い場をやって馬を磨いてくれという内容でした。クエスチョンマークとびっくりマークのみはさすがに高度すぎて一階の社畜では送れませんが、このぐらいの長さなら取引先に送れるわけないよな。取引先に一筆啓上取引感謝未払い代金支給振り込めだけ書いたメールができたらどんなにはかどることか。もう嫌になっちゃう。いちじくのプチプチしている部分はお花。お尻の音もいちじく館長のおかげで、日本人は果物のいちじくを前にすると微妙な気持ちになりがち。いちじく館長の中にはいちじく成分は一切入っておらず、
形が似ていただけで名前に使われたイチジクにとってはいい迷惑でしょうが、彼らかわいそうなことに漢字表記からも迷惑を被っています。イチジクは漢字で、ない花の果実、無花果と書きますが、お花、ちゃんとあるからです。実の中の赤くてプチプチした食感のところがお花です。イチジクの花は実の中で咲くという性質から、虫に対して目立つ必要がなく、したがって花びらすらついていません。しかし、他の株と受粉が行えるよう、うまいこと仕組みが出来上がっています。イチジクは、オスの木とメスの木、2種類に分かれています。オスの木もメスの木も共に実をつけますが、オスの木になる実には、花粉を持つ雄花しか入っておらず、また、メスの木になる実には受粉できる雌花しか入っていません。つまり、受粉をするにはどこかでうまいことお互い混ざる必要が出るのですが、自分たちの力ではどうしようもないため、共生関係にあるイチジク小鉢という小さな鉢に全権を託しています。イチジク小鉢は、イチジクの実のお尻の穴から入り込み、中に卵を産みます。実の中で誕生したイチジク小鉢のメスは、やがて雄花の花粉をくっつけ外に飛び出し、別のイチジクの木の実に飛び込みます。飛び込んだ先がオスの木かメスの木かの確率は2分の1。オスの木であれば、雄花の花粉を持ち込んだところで受粉することはできないので、イチジク小鉢は入り込んだ実の中で産卵することができます。飛び込んだ先がメスの木であれば、持ち込まれた雄花の花粉で、イチジクの受粉は無事成立する反面、イチジク小鉢はそこで産卵できなくなります。つまり、イチジクとイチジク小鉢は確率2分の1でお互いにババ引き合って生きているのです。そして、オスの木の実の中に産みつけられた卵から生まれたイチジク小鉢は、その雄花の花粉をくっつけ外へ飛び出し、他のイチジクの木の実のお尻の部分から入り込み、2分の1の確率でババを引き、こうやってイチジクとイチジク小鉢は、終わりなきババ引き合戦を繰り返しながら子孫を増やしています。と、ここで気づいてはいけないことに気づいちゃった方もいるかもしれません。じゃあ、オスの木出身のイチジクに当たったら中に蜂の卵とか本体とか入っちゃってんの？と。ええ、理論上はそうなりますが、ご安心ください。これらは野生のイチジクの話です。日本の環境ではイチジク小鉢が生息できないので、国内の食用イチジクはすべてメスの木出身です。メスの木を接ぎ木で増やしたものしかないのです。秋はイチジクの旬の季節。美味しいイチジクにあたるコツは、皮に張りがあって甘い香りがして、お尻の部分が裂けそう、もしくはちょっとお尻が裂けているものを選ぶこと。残念ながらお尻が裂けすぎているものはよろしくないのです。イチジクも人間も。チョコラ BB のチョコラはチョコレート味のコーラ。チョコレート味のコーラ。クラフトコーラブームが到来した時ですら話題に上らず、試すまでもなく、ああこれあかんやつと回避するのが一般的な感覚なのでしょうが、元気出していきましょうエーザイのフレーズでおなじみ、エーザイの創業者内藤豊治氏は違いました。チョコレート味のコーラいけるぞと思い、数十年前に
チョコレート味のコーラ飲料用としてチョコラを商標登録しておいたのです。しかし残念ながらチョコレート味のコーラがエーザイから商品化されることはなく、使われなかったチョコラの名称はチョコラ BB シリーズの商品名として使用されました。チョコラ BB にチョコもコーラも一滴も入ってないのにです。そんなチョコレート味コーラから生まれたような生まれてないようなチョコラ BB ですが、すでに発売から70年も経過しています。第1号のチョコラ BB は戦後間もなくの食料事情が良くない中、皮膚粘膜の治療薬として販売されました。そして後に食の欧米化に伴うビタミン B2 不足による疲れや肌荒れ、口内炎の症状が改善できるチョコラ BB シリーズが誕生し、幅広い効能と錠剤やドリンクタイプなど幅広いバリエーションにより、今でも特に女性層からの熱い支持を受け続けています。近年ではチョコラ BB シリーズの一つとしてビタミンや食物繊維などいい感じに効きそうな成分を入れたスパークリングドリンク、いわゆる炭酸飲料タイプのものまで販売されています。しかし炭酸まで手を出してもチョコレート味のコーラは一向に出てきません。チョコラなんでいけると思ったかな。のろまはのろ松さんの人形の名前。とろっちい部下を抱えてお悩みの上司の皆さん、のろま相手にうっかり、この呪間がと口を滑らせてパワハラにならないように毎日気を張っていることと思いますが、お口滑らしちゃった時用に、ああ違う違う、呪間って悪口じゃなくて江戸時代に大人気だったんだってばよ、という言い訳をお教えしておきますね。呪間とは動きがどんくさいことを指す、他人に直接言っちゃ絶対まずい言葉ですが、語源はどんくさい動きをする面白人形から来ています。のろま人形です。これは江戸時代前期に活躍した道化人形の使い手、のろま松官兵衛が操っていた浄瑠璃人形で、みすぼらしい格好に平たい頭と青黒い顔が特徴の不気味系のお人形でした。これが人形浄瑠璃の幕間に行われる愛狂言に登場し、愚鈍な動きをしながら滑稽な会話を披露するので、とても面白いと江戸では大評判に。そしてこの人形のように動きが鈍いものをのろまと呼ぶようになったのです。残念ながらこののろま人形は後の愛狂言の廃止とともに衰退してしまいましたが、今でも新潟佐渡では伝統芸能として残っているそうです。なおのろまに似た言葉にトンマもありますが、こちらは鈍い間抜けな様を言う形容動詞トンに状態を表す接続語間がついたものという説の他に、のろま人形ののろまが転じてできたとする説もあります。ね、上司の皆さん、もしのろまとかとんまと口走ってしまっても、昔大人気だったお人形のことだってばよ、かっこ超キモい人形だったけどかっこ閉じると猛プッシュすればどうにかなるわけないので、口にはくれぐれもご注意ください。おいしい秋の果物の見分け方。おいしい果物がもりもり並んでくるこの季節。しかしスーパーの店頭は玉石混合。よっぽど傷んでいて見切り品コーナー行きになるもの以外は、
ちょいダメ個体から結構いい個体まで同じお値段で平然と並べられています。以前も言いましたが、スーパーは弱肉強食の世界。無知な弱肉は強食のカモにされるのです。ということで、秋のスーパーで強食側に回るための美味しい果物の選び方についてお伝えします。まずはブドウから。最近、大学生の間で流行っているらしい白いお粉はご法度品ですが、白いお粉がついたブドウは推奨品です。ブドウの実についた白い粉はブルームと呼ばれ、新鮮さの目安。いっぱいついている方が新鮮です。また、茎は緑色で実はびっしりついているものを選びましょう。房から実が取れているものは鮮度がよろしくありません。実の色は紫の品種ならば色が濃い方を、緑色の品種であれば黄色っぽい方を選ぶと熟して美味しいものに当たることができるでしょう。次に梨の選び方です。まず形は高さが高いものよりも横に平べったいものを選びましょう。平たい方が甘みが強くなります。そして持ってみて重い方を選びましょう。水分が多くみずみずしいものを選ぶことができます。色味は赤梨ならば赤みがかった褐色をしているもの、青梨ならば黄色っぽくなっているものが熟していて美味しいです。お次は柿。同じ品種であれば、小玉よりも大玉を選んだ方が美味しいものに当たる確率が上がります。なぜなら、大玉の方が木に着火している数が少なくなるので、その分しっかり栄養が行き渡っているからです。同じ大きさ同士ならば、持ってみてずっしりしている方を選びます。また、ヘタと実の間に隙間がないものを選びましょう。ヘタとの隙間は実がバランスよく成長しなかった際にできるもので、隙間があるものは味も品質もまちまち。間に虫が隠れ住んでいる可能性まであるので、よっぽどのギャンブル好き以外は避けた方が無難です。実の色は熟せば全体が綺麗なオレンジ色に染まり、黄緑色が残っているものはまだ完熟手前という目安はありますが、柿は硬い食感が好きな方からズックズグが好きな方まで好みが分かれる果物です。硬めが好きなら明るい色をしているうちに、ズックズグが好きなら色がずーんと濃くなるまでお待ちください。最後に栗。ぶっちゃけ、甘栗剥いちゃいましたを買うのが一番外れがない気もしないでもないですが、もし殻のついた栗を買うのであれば、表面の鬼皮が硬くツヤがあり、ふっくらと丸みがある形をしていて、粒が大きいものを選びましょう。また、持ってみてずっしりしているものがよろしいです。なぜなら栗は、収穫後時間が経つと水分が抜けて軽くなっていくから。古いものは中身がカラカラになっているので軽いのです。また、鬼皮に小さな穴や怪しい黒ずみ、変色がないかを確認してください。これを怠ると、剥いた時に栗の中の住人と遭遇する可能性が高まります。ほーれ、いちいちこんなことしなきゃいけないなら、甘栗剥いちゃいました。買った方がどんなにいい。いえ、なんでもございません。スーパーの果物コーナーでの皆様のご検討をお祈りいたします。名倉とつく接骨院が多いのは、あやかりたいから。名倉さんは日本の名字ランキングで約1200位。
1位2位の鈴木さん、佐藤さんと比べると名倉さんはそうたくさんはいらっしゃいません。しかしなぜか日本には名倉接骨院やら名倉整骨院やら名倉堂やらとやけに名倉の名がつく接骨整体関連のお店がたくさんあります。なんなら鈴木整骨院、佐藤整骨院よりたくさんあるかもしれません。その理由は高須先生率いる高須クリニックが美容整形業界を牛耳っているように、どこぞの名倉先生が経営する一大チェーン店が接骨業界で幅を利かせているからではなく、江戸時代の骨継ぎの名手の名にあやかりたい人が多いから。チェーン店ではなく自分で開いたお店であっても、自分の名字や血筋関係なしに店名に名倉と入れる人が多いのです。この接骨整体業界で大人気の名倉さんとは、江戸時代の名倉直方氏とその子孫のことです。1770年頃に江戸の千住で名倉直方が骨継ぎどころを開業し、子孫ともども腕が良かったため、骨折や脱臼の患者が関東一円から押し寄せ、千住の名倉、骨継ぎといえば名倉として全国に知れ渡るようになっていきました。今でも名倉さんの子孫は家業を守り、東京都足立区千住で名倉医院という整形外科医院を開いています。もちろん院長先生も名倉さんです。ちなみに現在街中で多数見かける整骨院の看板ですが、ゆくゆくはゼロとなってしまうかもしれません。なぜなら整骨院の名称を禁止し、接骨院または骨継ぎのみを認める厚生労働省案が出されているからです。整骨院も接骨院も名称は違えど中身は一緒なのですが、実は法令上存在しているのは接骨または骨継ぎの表記のみ。整骨呼びは慣例的に使われているものの法令に記載はされておらず、紛らわしいので整骨院の名称はなくそうという方向になっているようです。もし通っている接骨院、整骨院に名倉と名がついている方がいらっしゃれば、ぜひ今度院長の名前聞いてみてください。名倉の皮をかぶった誰かである確率が高いですが、本当に名倉だったら大当たり物件かもしれませんよ。バカとハサミは使いようのハサミは和バサミのこと。バカとハサミは使いようとは、おバカでも使い方次第で役に立つという意味のことわざです。扱い方が下手くそならば、切れるハサミも切れなくなるし、おバカも無能なまま。うまく扱えれば、ハサミもおバカも輝くこともあるという使う側の力量や能力を述べた言葉です。決して、おバカでも役に立つことあるから頑張れよというハートフルなおバカ応援メッセージではありません。ところで、バカとハサミは使いように借り出されているハサミについてですが、これは私たちが普段使っている X 字状になった洋バサミのことではなく、U の字型の和バサミのことです。下切りスズメで欲張りばあさんがスズメの舌をチョキンとやった古めかしいハサミです。欲張りばあさんは何食わぬ顔でこの和バサミを使いこなしていましたが、誰もが簡単に使える洋バサミに比べると切るときにちょっとしたコツが必要です。上手に使いこなせれば飴細工のような細かい造形までできる一方、扱いが下手だと全く切れないこともあるからです。
この和ばさみと同じようにおバカも使う側の腕次第としたのがこのことわざです。またハサミが切れると頭が切れるでかけてあるようです。残念ながらこのことわざの正確な出所は不明となっていますが、これ考えた人は知性のあふれるおバカ遣いの達人であったことがうかがえますね。ちなみにおバカ並みに扱いにコツのいる和ばさみは日本以外の国ではもうほぼ使われていません。和ばさみは日本発祥のものではなく、紀元前10世紀頃の古代ギリシャで生まれたもので、大昔は世界中で使われていたのですが、その後洋ばさみが誕生し広まったことで、羊毛刈り取り用などの一部の用途を除き、ほぼどこの国も U字のハサミは使わなくなりました。中国では13世紀には U字ハサミの生産は終了していたそうです。しかしなぜか日本だけは江戸時代末期まで U字ハサミで粘りました。15世紀以降、ヨーロッパからちゃんと使いやすい現代風の洋ハサミが伝わってきていたにもかかわらず、医学など一部のシーンを除く一般生活では和ばさみを使っていたのです。そして日常使いのハサミが洋ばさみに切り替わった今でも、いまだに和ばさみは裁縫用途などで使われ続けています。ド M なのかな日本人。敬老の日の前身は年寄りの日。9月18日はみんなが嬉しい祝日、敬老の日です。世のじいちゃんばあちゃんは主役になれるし、社畜は何の日かよう知らんくても会社休みだしで、なんやかんや国全体がハッピーな一日です。この祝日は長年社会に貢献してきた老人を敬愛し、長寿を祝い、老人福祉への関心を深めることを趣旨として制定されており、敬老の日という名もその老人敬愛精神がビンビンに感じられるものとなっていますが、敬老の日の前身は年寄りの日です。5月5日の子どもの日はその名もズバリ子どもの日であるので、別にお年寄りの日が年寄りの日であっても変ではありませんが、優先席で席を譲られて、わしゃ年寄りではないと激怒しているご老体が聞いたら血管ちぎれて天に召されかねない名称です。敬老の日は1947年9月15日に兵庫県多可郡野間谷村で開催された敬老会が始まりとされています。戦後間もなくの時代で子供を戦地に送った多くの親たちの精神的ダメージが深刻だったため、当時の村長によって老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしようという思いから敬老会が開催されました。日程が9月15日だったのは、この頃がちょうど農閑期にあたる気候の良い時期だったからだそうです。この敬老会が年寄りの日という名称を提唱し、その後兵庫県が9月15日を年寄りの日と制定。やがてこれが全国に広まり、1966年に国民の祝日として制定するにあたり、敬老の日という名称になりました。さすがに年寄りの日はズバリすぎていろいろまずかったのでしょうね。そのままだったら多分何人も天に召された人いると思う。和三盆糖を作っているのは京都ではなく四国。お上品な高級和菓子に使われる国産砂糖和三盆。
盆の上で砂糖を3度研ぐことから命名されたというお砂糖の一種です。高級な和菓子の材料としても用いられますが、ビジュアル的にわかりやすいのは和三盆糖を固めた小ぶりのお干菓子でしょうか。ちっちゃい箱にちっちゃいお干菓子がコロコロしているだけで二度見するレベルの値段がついている京都でよく見るミニ落雁みたいなあれです。ですので和三盆イコール京都のようなイメージをお持ちの方も多いでしょうが、実は和三盆を作っているのは香川県と徳島県です。日本に流通する和三盆のほぼすべてはこの2県で生産されています。つまり京都の和菓子は他人のふんどし。おっと、京都の人を敵に回すと面倒なのでこれくらいにしておきますが、とにかく世間のイメージとは異なり、和三盆は四国で作られているのです。和三盆は普通の白砂糖よりお値段だいぶ張りますが、その理由は原料と製法にあります。普通のお砂糖も和三盆もともに原料はサトウキビですが、普通のお砂糖が外国産もしくは沖縄産のサトウキビを用いて作られるのに対し、和三盆は香川県と徳島県の一部地域で栽培されている在来種の竹桃というサトウキビだけを用いて作られます。普通の白砂糖はサトウキビを砕いて煮詰めた後にできた茶色い液体から蜜糖という茶色い成分を完全に取り除いて作りますが、和三盆の場合はあえて蜜糖を完全には取り除きません。程よく蜜糖を取り除き程よく残すという工程は加減が繊細すぎて機械にはできないので職人さんの手作業となります。この作業には重しで圧迫して蜜糖を絞り出す押し船と、押し船で底に残ったものを水と手で揉んで蜜糖を剥がす研ぎの2つの工程があり、この押し船と研ぎは3回ずつ行われます。これが冒頭に言った和三盆の名の由来、盆の上で砂糖を3度研ぐの部分です。これだけ手間がかかっていればお高いのも納得です。ちなみに和三盆のお干菓子はちっちゃい落雁みたいなビジュアルをしているので落雁と混同されがちですが、両者は中身が全く異なります。和三盆が着色料を除き和三盆糖 100% のものだけを指すのに対して、落雁は米粉などのでんぷん質に水飴や砂糖を加えて作られています。悲しいかな、最近は和三盆として売られているのに和三盆 100% ではなくでんぷんや水飴が混ぜ込まれたものが多く出回っているそうですが、バカ舌にはわからないから、ま、いっか。